はい、8月の8日、日曜日、丹那エリア、台風の影響が、太平洋側に去って、昼から西が入って飛べるようになりました。で、斉藤、沖野部、田中、智春がすでにランディング済みで、現在ランディングに入ってきているフライヤーは高信さん。お、引いてる引いてる。これはフォロー侵入？いや違うな。いいとこ入ってきますね。さすが。うまーい。おお。だいぶセールが伸びてますね。フラッターがバリバリ。うん。ランディングでね、最長取っていただければと思います。お、さあ、スピードを上げて。高いな、うん、どう処理するかな。もうちょっと奥まで行って。あ、もういいんじゃないですか。いやいや、全然高い、高い高い高い、全然高いよ。あれじゃあもうやばいよ、うん、やばいよ。無風だからね、うん、もう、あ、でもこれはまだもう一人じゃない。あ、でも高く入ってきちゃった。あ、でもいい。あ、高さはいい。ちょっと伸びちゃうでしょ。うん。あ、でも低速だからか。うん。でも行けていきそうだな。おお、ナイスナイス。いや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 、上等上等。残念なことに風が悪い。北東が1メーターが入っちゃっている。さあ、ランディングをどう処理されますでしょうか。あ、これはロングだね。南西ロングで入ってきます。ああ、あんなにスピードつけなくて。あ、これまずいよ。これ全然ダメでしょ。これは全然ダメだよね。あ、これアウトサイドしちゃう。そうだよね、このスピードで中にいたら。あ、あ、田んぼですね。あ、ダメ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 。あ、腕も入っちゃった。ああ。